1戦目お願いします。さあ土曜の詐欺沼、まずは1戦目ミドルチーム対ビーブナッシム勝ち。さあ見せるから、まずはミドルチームボールキープ、パスコース切られて浮かせて右サイドライン際、そのまま縦に仕掛ける、いやこれは通らずゴールイン。さあビルシボール、さあまずは立ち上がりロングスロー放り込む、そのまま、いやー惜しい、トラップ流れてミドルボール、早いリスタート、見てない、いやー見てない、油断したが中央、さあダイレクト中央スルーで見せと、さあ縦に流れてくる、一旦後ろダイレクト、アズレワンタッチ、逆サイドフリー、ナイボー勝負、いやシュート打てないか、マイナス折り返し、緑チーム戻ってくる、ナイスティ、そのプレッシャー2枚、なあナイスカット、前には1枚、カウンターはいけず、ここはゆっくりとボールキープ、さあコールドマンプレッシャー、いやーナイディサイドライン、ビーブラシボール、ビーブラシボールいきましょう、さあミスド、ビーブラシボール再開、長いボールはキーパーまで、さあ緑チームミサイルの展開、さあ前には2枚フリーで中央、さあゆっくりとボールを持って上がっていくのは最終ライン、ミドルチームポストに入ってくる、長いボール通らず、さあワンタッチ見せど、折り返し中央、そのまま中央折り返し、つながる、ナイスゴール前、いやーここはキーパー対応、アブラブレッジ、さあ右サイドくすべってた、ゴール前キープは危ない、まずは先制1分30秒ビブなしチーム、さあミドルチーム切り替えていきましょう、さあまずは立ち上がりビーブラシム先生1対0、さあ中央から右サイド縦に仕掛けてそのまま折り返し、いやあっさり同点ナイス、でミドルチームのキーパー交代です、ミドルチームのキーパー交代です、さあ以上、さあ立ち上がり点の取り合い1対1から、さあ行きましょう、左サイドの展開、ビーブラシム中央パスプレー、さあ溜めてそのままゆっくりとボールキープ、さあ前を向かせてくれないか、そのままプレッシャー浮かせ中央、左サイドに展開、縦にフォローに入ってきたところ前の1枚ゴール前、さあ左サイドからそのままいった後ろ中央ダイレクト届けば、いいよ折り返し打たない、左足、いやーポストまだある、そのまま折り返しマイナス、定期にパス、ここでミドルチーム回収、さあ前1枚ドリブル仕掛ける、そのまま突破折り返し中央倒してゴールライダーレスキー、ここは行かせないキーパー、さあカウンター3対1から2対1、折り返し中央、なあここも体入れ、ナイスクリア、ビルドボール、さあ激しくなってきた中盤戦、逆サイドフリー中央はこぼれ球、あー真横キル、ミドルボール、さあ残り時間半分行きましょう、1対1の同点、さあ前からパスコース切っていく、ビルドシーム縦にあるボール2枚のプレッシャー、いやーナイスティ、ここはビブなしボール右サイド、さあ行くと一旦後ろ中央マイナス3枚、速いボールカット前から、さあここは右に与えてライン際、そのままドリブルスペースがある、速いボールナイスティ、さあこぼれ球拾ったのはミドルチーム、さあ繋いでいきたい、プレッシャーがある、また取られると危ない、中央さあこのプレッシャーゆっくりと見せと、縦に長いボール通らずナイスティ、ミドルボール、さあ右サイドからオーバーラップ、そのまま中央通らずかわしていく、股抜きナイスカバー、ここはクリアが入ってビルドボール、さあ見せろ縦のボール、そのまま中央からワンツー、さあここは2人で崩しにかかる、見せろシュートブロックナイディ、ビルドボール、さあ見せろが追加でチャンス、ハイボールナイディ行かせない、さあビブナッシュチャンスが続く、見せろがファーサイド2枚、さあここは中央ニアサイド速いボールカット、そのままカウンター3対2チャンス、さあ遅らせたいビブナシム、左サイドフリー自ら、いやーここでキーパー、さあカウンターチャンス、今度はビブナシム前に3枚、中央から3対21枚戻って3対3、さあ左サイド上がってない、でミレーチームのキーパー交代です、ミレーチームのキーパー交代です、最初さあ2分、残り2分1対1同点、両チームカウンター決めきれず、さあ中央からそのまま見せど3対2危ない、さあビルシム戻れない、ゴール前折り返しダルド、いやーナイスキー、正面危ない、さあ行きましょう、ビブラシム2人で守りきってマイナス3枚、さあ最終ラインから縦に速いボール、そのまま預けて2対2からドリブル中央ヒールで預けて、さあここは緑チームしっかりとゴール前絞ってブロック、中央から見せるフリー浮かすボール中央クリアしていく、3対2、
いやないでいた。ナイス、強引には繋がらず。さあフリーで見せろ、一体勝負。俺が中央、ナイス。ここも緑チーム回収、ドリブル中央から左サイドフリー。さあ足元預けて2対1から見せろ、ゴール前折り返し、いやナイスで行かせない、流れてミレーボール。さあ残り1分、残り1分、1対11戦目、中央通らず。さあ B ブラッシュ前1枚、預けるボール。さあフォローし、1人で仕掛けるドリブル中央、ここは3枚フラット、いいディフェンス。いやちょっとね、ナイスキー、こぼれ球、コーナーキック。さあ B ブラッシュファーストで1枚、速いボール中央、こぼれ球、レシウム、ミドル、ダーポストの横押し。残り30、すいません、ありがとうございます、ナイス。ありがとうございます。さあ残り時間はどうですか、ミドル、さあ出ないですね、ミドルボールですね、ミドルボールです。ありがとうございます。さあラスト、ラストワンプレー以上。さあ1対1、ロングスロー放り込む、ヘディングクリア、こぼれ球、ラスト、うまい、ダー試合終了、まずは1対1、次の試合で決着つけましょう、お願いします。さあ行きましょう、2戦目、1戦目は1対1の同点。まずは右サイド縦にいきなりいいボール、そのまま中央ワンタッチ預けて、左サイドから中を見て、ここは置き換えせず、ナイスブロック、そのままカウンター、行かせない、ナイスクリア。さあ右サイドつながるヒール、縦は切られて体入れ、ナイス、そのままプッシュアップ。さあドリブル中央、いやープレーオンでいくでしょう。さあミレーチーム左サイド、そのまま縦にドリブル仕掛けて、預けたボールを押し、ビブラシボール。さあキーパーからビブラシブ、左サイドロングスロー、届かない、胸ドロップカット、そのまま預けてミセド、縦は通らず、ないでいく、ミレーボール。さあミセド、ミレーチーム、さあゆっくりと中央ポスプレー、カット速いとブラシかわしていく、ナイス。さあ左サイドキープして、一旦最終ライン。さあ緑チームもここは負荷を言わせず、さあ最終ラインから左サイド縦のボール、プレッシャーかわしていく、そのまま2人目、さあ危ないか、逆サイドフリー、いやー3人目、ごっついブロック。さあカウンター3対2から、自らナイスキー、ここはニアサイドキーパー、さあつないでいきたい、ゴール前浮かせて右サイド、2対1から中央、ナイス、ナイスドロップ。さあここは緑チーム早い戻り、4枚ナイスで行かせない、カウンター。さあゆっくりと押し上げていく、ビブナッシーも左サイド、さあ一旦後ろからゴール前1枚、長いボール放り込んで、キーパーの前、うまいだー、ナイスキー、コーナーキック。ここはバックヘッド、キーパーワンタッチ。さあコーナーチャンス、ニアサイド、うまいだー、うまい。ここで先制、ビブナシーム1分30秒。さあ行きましょう、緑チーム追いかける展開。さあミドルブロス正解、まだ時間たっぷり、行きましょう、右サイド縦のボール、ライン際プレッシャー、さあ追い込まれる、2人で挟み込んで、ライン際そのまま突破できず、ボールの上行かせない、ミレーチーム、ナイス。さあ見せるから3対2から、3対3、切り返して左サイド展開、さあ中を見て折り返し、ナイスブロック、こぼれ球、緑チーム中央ポストプレー、シュートは打たせない、プレスがかかる。さあ見せろ、一旦中央フリー、さあ左に1枚、あとダイレクト折り返し、いやー合わせきれず。さあ今度はミレーチーム縦1枚、そのまま中央ドリブル、前からカット、さあここは3枚ミドル、ナイスキー、惜しい。さあキーパーから左サイドはビブラッシム、そのまま縦にあるボール、ライン際オーバーラップ、長いボール、いいよ、自ら惜しい。でミドルチームの方がキーパー交代です、ミドルチームの方がキーパー交代です、ミドルチームの方がキーパー交代です。さあよ、さあ緑ボールで再開、立ち上がり終わって1対0、ビブラシも1点リード、前の1枚、長いボール、さあフォローし、キープ、ナイスキープ。さあ抜け出してヒールで預けるボール、近いところ、縦から角度がない、だー、ここはキーパー、ニアサイド厚い守り。さあゴール前からビブラシも前1枚、さあ行くと中央ポスプレー、カート前からそのままヒルズ勝負、いやー、ここもニアサイド抜けず、ナイスキー、キーロボール。さあファーストで1枚、ハイボール中央、ヒールはキーパー、これも決められず、ここはゴレ戦硬い。さあロングスロー、中央からワンタッチ厳しい、ミレボール。さあ残り時間半分切ってきて、いきましょう、ビブナシーム1点リード、緑チームそろそろ返していきたいところ、中央からポストに1枚、さあ長いボール、かぶってゴール前、危ない。さあ見せるぞ、折り返し中央、なあ惜しい。
ビームなしボールさあキーパーからビームなしチーム前に1枚ロングスローは放り込めず、さあ比例制度縦1枚長いボール中央そのまま預けて、さあミスフリーで1枚そのまま中央キープ左サイドから囲まれる折り返し切り返して左足ブロック、ここでミドルチーム、さあプレッシャー早い、ここはカウンター生かさないビブナシーム、浮かせてゴール前中央、さあ取られた危ないゴール前、さあキープは危ないか、右サイド繋いでいきたい、縦から1枚そのまま中央、ここで流れて緑ボール、でレチュ、あ、ごめんなさい、緑チームのキーパー交代です、緑チームのキーパー交代でーす、あ、よいしょ、さあ残り2分行きましょうか、緑チーム1点ビハインド、左サイドフリー、さあマイナスベース、速いボール中央ワンタッチ、そのままキーパーがっちり、さあ緑チーム崩しきれず、前には1枚、さあ左サイドだ、縦に速いボールライン際、さあフリーで緑チーム寄せていきたい、ドリブル仕掛け逆サイドフリー、自らこぼれても危ない、いやー折り返し合わせきれず、緑ボール、さあ見せるな、フリーで早いリスタート、チャンス4対3ドリブル中央、いやつないでいきたいところ、ここでビラシム勝手になるか、強引にまた奪い返して中央から狭いところ、いやここもキーパー早い飛び出し、ナイスキー、さあ残り1分、残り1分緑チームなかなか崩せない、ダイレクトそのまま見せる折り返し、いやシュートはポスト直撃サイドラインのタッチ、ワンタッチ、よし、さあノータッチ、ノータッチ、ミレボールですね、緑ボール、アザス、さあ残りが30、行きましょう緑チーム1点差、さあ前に3枚降りてくる中央、ポストプレーから前を向かせてくれない、さあ早い攻撃に移りたい、残り時間30秒切ってきて1点差、プレッシャー2枚、いやーかわせない、右サイドプレスがかかる、そのままライン終わってビューラシュボール、さあ中央折り返し、さあ大名を失えるか、ミサイドオーバーラップ、預けるボール中を見てニアサイドブロック、さあ駆け出したい、ナイスクリア、さあクリアボール拾ったのはビラシム、さあラストラストワンプレー、縦に速いボール超ワンタッチ、折り返しヘディングカット、さあまたこぼれ球、ビラシムラストワンプレー、中央からヒールで後ろ、さあプレッシャーかけてるミドルチーム、ラストカット、勝負ラストだこぼれ球はビラシム、さあラストワンプレーチャンス、3対1ダーレスカット、まだあるラストゴール前、いやまたしても 1-1 同点、最後の最後で追いついたのは緑チーム、あざます、ではミドルボールでいきましょうか、3戦目お願いします、さあ2分けで迎えたガチの3戦目、勝負つくのか、まずは中央ワンタッチ、左サイド、さあライン際から逆サイドフリー、さあ狙っていくパスコース、ビブナシーム中央ポスプレー、ワンタッチ右なでて、そのまま近いところ、あここでカット、レシーブ、あずかカウンター、3対2から左サイド、さあチャンスになるか、折り返しは緑チームしっかりと入ってる、さあコールドのビブナシームキープ、そのままかぶって右サイド預けるボール、ワンタッチ後ろ、ゴール前で誰もいない、縦から角度ない、折り返しマイナス3、ナイスディコネック、さあビブラシーム右サイドのコーナー、ファーサイド1枚、さあゆっくりと、ここはショートコーナー寄ってきたところ、高いボールヘディングクリア、もう一度ビブラシボール、さあ一旦後ろ、ゴール前の1枚、左足がここは足元通らず緑ボール、さあまずは立ち上がり、キーパーからミサイルプレッシャーかかる、縦にあるボール、さあフォロー、しドリブル中央抜け出して左サイドダイレクト縦から溜めてオーバーラップ、ここはついていく1枚、ナイス、しっかりとチェンジしていく中央スルーで、いやーつながる、ナイスキーだ危ない危ない、こぼれたまままた緑チーム、そのまま中央シュートは打てない、ナイスブロック、いやーここでまた前から左に叩いて角度はない、ダイレクト、いやー味方に当たってビブナシボール、さあ行きましょう緑チームも決めきれず、さあ右サイド1枚、さあ中央フリー1枚寄せてくるのは緑チーム、見せろダイレクト一旦後ろ、さあプレッシャー一旦キーパーまで戻して左サイドプレッシャー、ナイディ縦にボール、いきなり抜け出してそのまま2対1から勝負、1対1、いや流れてそのままゴールライン欲しい、で緑チームのキーパー交代です、緑チームのキーパー交代です、緑チームの方キーパー交代です、さあ行きましょう、立ち上がり終わって0対0、3戦目勝負つくのか、右サイド、いや危ない、さあ強引に仕掛ける中央、
ここが切り返して、いや浮かすボールうまい。さあ折り返しを行かせない、ビブなしチーム。さあ今度はカウンター3対2から押し上げて見せた、ダイレクトカット、こぼれ球、さあレシーブ見せた、フリー左サイド足元通らず緑ボール。さあ行きましょう、キーパーから見られるチーム1人は靴ひも、前1枚、さあ中央フリー、プレッシャーかかる、さあしっかりと前から寄せ切って、行かせない、ビブなしチーム。中央パスの1枚、ハイボールカット、もう一度最初ラインから右サイド、さあここは縦を切られて一旦キーパーまで、マイナス3枚、さあ降りてくる中央、もう一度ミセド、ここもプレッシャー1枚、ナイディ、さあ左サイドの展開、ロングボール届けば、いや長すぎる、欲しい。さあ残り時間半分、残り時間半分、0-0、ロングスロー、かぶってヘディング届くもそのままゴール、ミレボール。さあキーパーからミレチーム行きましょう、ゴール前中央、さあ前から1枚ブレンシムチャレンジ、ミセド、フリーで受けて、ここもしっかりと1枚寄せ切ってドリブル中央、さあパスコースがないか、左サイド取られると危ない、最初ライン2枚のプレッシャーカット、いやーまだキープ OK、 いやー惜しい、ミドルボール、さあミドルボール左サイド、その中央パスプレー、ワンタッチ後ろ、ここでパスが流れて危ないか、ここは2枚でしっかりとキープできず、ナイス、書き出して左サイドオーバーラップ、4対2チャンス、さあチャンスはビブラチーム、3対1から3対2、自ら決めきれずで、ミレチームのキーパー交代です、ミレチームのキーパー交代です。さあ残り2分、0-0、左サイドから縦に流れてくる、そのままライン際、さあ切り返して中央カット、ミレチーム、そのまま奪い返していくのは緑チーム、預けて左サイド、さあファーサイドフリー、折り返しドフリーダルト、いや足元詰まりすぎたか、振り抜けず、ビブラシボール。さあ0-0のままキーパー前に2枚、さあ近くのボールプレッシャー1枚、長いボール放り込め、ナイボール、いやー肩はここは難しい、コントロールできず、そのままミセドオーバーラップ、速いボール中央右に叩いてゴールだーキーパー飛び出してる、ナイスキー、ミレボール、あビブラシボール。さあ残り1分、0-0、ロングスロー左サイド、モモトラップからリフティングかわして逆サイドフリー、さあそのまま中央、流れてきたところ行かせない、ビブラシボール、さあファーサイド1枚つながるダイレクト、いやここもキーパー対応、さあそのまま早いリスタート、左サイドからそのまま中央預けて突破できず、 ID ミレーボール。さあ残り1分、残り時間1分、0-0のまま中央、さあ前に1枚、さあ前を見て縦は通らずカットブレーシム、さあ浮かせて中央、さあ2対1から2対2、左サイドオーバーラップ、いやタイミング合わず、ミレーボール早いリスタート中央そのまま左サイド通らずカット、さあチャンスになるか、内防中央、あとキーパーナイスキー、こぼれ球、いやこれは吹かしてバーの上さあ残りが20秒、0-0、また引き分けか、両チームロングスロー、つながる、なあ残り8秒先制ビルシュ、さあラストラストワンプレー以上ビルシュ、さあラストワンプレー、ビブラシュも追いついて終わるから、ラスト焦りすぎ、試合終了1-0、ついに緑チーム勝利、ありがとうございます。それではガチの本日ラストマッチ、靴ひも終わってからいきますか以上、お願いします。さあ行きましょう、ラストマッチ、引き分け続きのガチ、長いボール、ビルシボール、さあ左下がいったん後ろ、そのまま中央、さあポストに1枚、長いボールはこれは流れて緑ボール、さあまずは先制取っていきたい両チームのラストマッチ、キーパー飛び出し中央、ポストに入ってくる、そのまま預けたボール、そのまま右まで流れてプレッシャー、一旦後ろもう一度、さあ組み立て直し、ビブナッシュも中盤寄せていく、長いボール、トラップから右サイドつながって折り返しダイレクト、これが息が合わず、さあ前に1枚、ここはカウンターいけず、フリーで見せたと
3対3から中央さあ溜めて左サイドオーバーラップ一人でキープ、ここは行かせない、4対4右サイドがダイレクト中央ゴール前に1枚狭いところカットはミドルチーム、さあ駆け出したいマイクロと折り返し、いやこれはセーフティー取っていきたかった、そのまま奪い切って先制、ビルナシチームあっという間スタジオ、さあまずは1分20秒ビブナシチーム先制、いきましょうビルナシチームまだ時間たっぷり、右サイド厳しい足元通らずビブナシボールさあ左サイドは一旦キーパー中央、そのままミサイル展開前からプレッシャー1枚ナイスとナイスニアサイド、あーここはニアサイド切られてるビーブラチームゴール戦、長いボールミサイド走らせてそのままライン際残したボールミドルチーム回収、縦に速いボール押しサイドラインビーブラチームボール、さあミサイル速いリスタート、縦のボールそのままミサイルに展開、さあ2人で崩しにかかる、ここは行かせないミドルチーム中央折り返しマイナス、そのままボールキープ中央、さあミドルチームいいディフェンスないでないで、さあ入れずカット、さあ勝負、ねえナイスキー、ここもキーパーワンタッチ折り返しようだブロック体ごと、さあロングスロー放り込んでヘディングクリアボールはビルナシウムワンタッチ、そのままターンして行かせない、ここがキーパーナイスナイスキーナイスキー、さあ長いボールつながる3対2から中央さあつないでいきたい、ミセド逆サイドフリーダイルト、ナイスワンタッチ、こぼれ球チャンス、そのままミセド折り返し前だナイスキーではミドルチームのキーパー交代です、ミドルチームのキーパー交代です、ミドルチームのキーパー交代です、いやー硬いビブナシチーム5連戦守っていく守護神、さあ一旦最終ラインそのまま押し上げてビブナシチーム中央からミドル、いやーキーパー正面、さあ緑チームなかなか行ってゴールネット揺らせず、さあプレッシャー2枚前から浮かすボールカットチャンス、縦は通らない足元、さあそのままロングスローヘディング肩でワンタッチコネック、さあ残り時間半分ビブラシーム追加点狙いかかる、さあここはしのいでいきたい緑チーム、ワンタッチでニアサイド折り返しはできさあ右投げてオーバーラップ縦がないでナイスナイス緑ボール長いボール長いボール、さあ左サイドが2対2そのまま逆サイド3対3からカットイン中央、そのまま縦は通らずビブナシチームからマグロとダイルト、いやー足元さあカウンター3対2から4対2ドル中央右サイドゴール前 MVP ナイスさあ中央今度は緑チームカウンター早いドリブル中央ドフリーダービブラシーム早いリスタート左サイドつながる一人は逆サイド靴ひも復帰なしでミラチームの方キーパー交代です、ミラチームの方キーパー交代しよう、ミラチームの方キーパー交代です、さあ行きましょう残り時間あと2分1対0緑チーム守護神に阻まれる左サイドからフォロー欲しい、そのまま中央内ボーさあ預けてミセドは通らずビブラシームカット、さあゴール前から長いボール放り込んで裏は取れずキーパー対応ナイス、さあ繋いできたヒレスド切り返してミサイルの展開、さあ前に2枚降りてくる中央押し上げて長いボール届かずそのまま狙っていく前からミレーチームミサイルの展開、さあ残り1分半縦に長いボールフリー、さあライン際から中を見て自らだ惜しいサイドネット緑ボールワンタッチワンタッチです、コーナーキュー、ワンタッチありがとうございます、ビブナシボールコーナーから、さあ残り1分ちょっと右サイドから追加点狙いからビブナシチーム、ファーサイド1枚ニアサイドワンタッチからゴール前マイナスカット、さあ左サイドつながらずビブナシボール、さあ右サイドビブナシチーム縦からワンタッチ後ろゴール前誰もいないファーサイド1枚、さあ右サイドから狭いところナイスナイスミレボール、さあ残り1分残り時間あと1分ビブナシチームは高い位置からいや攻めさせない中央プレッシャー、さあフォローしドリブル中央取られた危ない最終ライン、いやーここで2枚でカット危ない危ないナイスでミレボール、さあ残りが40緑チーム繋いでいきたい中央左サイドに展開縦1枚誰もいないビブナシムカット、さあ残りが30ビブナシム1点リードのままフリーでミサイド1枚縦から、さあここはプレッシャー浮かす中央ワンタッチワンツー取らずチャンスになるかミサイド、さあここもプレッシャーかかるミサイド、さあ切り返してさあ繋いでいきたい時間がないカット前から、さあ2対2から
勝負いやー面白い。さあラストラストワンプレイ以上、さあラストワンプレイ、ミレージウムラストチャンス、同点までカットミレージウム前から股抜きそのまま、さあミレージウム回収、ラストワンプレイ前2枚、いやー見せと、なあここでカットになるか、さあラストいやー試合終了1-0 ビブなしチーム、ありがとうございました。お疲れ様でした。あざますね、いつも土曜日コサルモニター皆様お集まりいただきありがとうございました。ガチミックスともに引き分けの続く熱い戦い、お疲れ様です。ラスト勝負つけて帰りましょう。ラス、本日の MVP は、ガチの方からいきましょうか。素敵な笑顔盛り上げてくれた緑チーム10番あなたに決定、ナイスプレー、最後はゴールまで行きましょう。何か一言よろしかったら、最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。マジで上げちゃった。